次はやっぱり皆さんよくご存知の「さくらさくら」という曲をおことのアレンジでいろんな曲が あるんですが、おこともですねいろいろ流派とかあって、私が所属しているのは生田流、山田流もあるんですけど、生田流の沙織総局員という、団体に属しているんですけど、それを作ったのが沙織忠夫という人で、その人が作った桜桜の曲を今日は選んできたんですけど、沙織忠夫っていうとですね、皆さん、ネスカフェゴールドブレンドの違いが分かる男のゴールデンブレンドっていうコマーシャルが昔あったのを、この年代の方たちだと覚えてらっしゃる方が多いかなと思うんです。年代中はちょっと通じなかったりするんですが、違いが分かる男のゴールデンブレンドで音を弾いてる人がなんとなくいたのを思い出せます。その人がこのうちのリューフ の作った沙織忠夫という人なんですけど、その人が作った、さくらさくらを次は弾いてみたいと思います。おとじあ、すみません、どんな時間どんな時間Thank you.
わ。